始まりましたポッドバージョンボリューム48、48です。はい、今回ですね20世紀最後ということで、はい、そうなの、はい、NA 最速バトルをやってみたいと思います。はい、で今回の、特別に NA ギャル妖怪人間ベラ、妖怪人間ベラです。拍手。こういうところまで今日はありがとうございます。妖怪の国から、妖怪の国からね。今回のギャルは青柳デマちゃん、よろしくね。やっぱね、NA はいいね。いいっすね。うん、やっぱ男だったら NA でしょ、乗る車は。そうですか。そりゃそうだよ。やっぱりあのズドーンとくるターボも捨てがたくないですか。品がないね、下品。そうですか。下品、まあ、もうね、男はやっぱりこうカーンとこう NA でさ、高回転回して、なるほど、いい音でこう、もう踏みっぱーで回るっていう。踏みっぱー。そう、もうあのね、ターボなんかつけてもダサい。もう21世紀はそんなガソリン、まあでもね、そのミッパーにできるね、マシン、今回は、はい、あのスーパー耐久に出てるマシンなんかも持ってきちゃってるんで、そのチューニングカー対、はい、あのレーシングカーっていうのでこう勝負してみたいなと思うんですけど、どっちが速いんですかね。あ、どっちが速い。でもやっぱレーシングカーだからね。レーシングカー速いでしょ。負けるわけないでしょ。だってチャンピオンマシン揃えたんだよ。チャンピオンマシンですよね。当然俺たちあれ乗れるんだよね。ね、うん、乗りたいね。ちょっと待って、俺が主役だ。俺が。俺が主役だ。キャタなんですか。俺かい。はい、まあ、ちょっと乗ってみてから決めるな。それでは、はい、NA バトル行ってみたいと思います。はい、グループ1。まずはシビッククラスから。チューニングカー代表はジュンオートのシビック。246馬力を誇る2リッター仕様の B16 回は純の技術を全て投入した最強スペック。4000回転から200馬力を発生するフラットな特性とのこと。その走りはどうか。土屋タイムアタック。前日から降っていた雨は止んだものの、路面はあいにくのウェット。マシンの扱いやすさが大きくタイムに影響する。ダンロップコーナーまでの中間タイムは30秒233。ステアリング切ってちょっと弱アンダーで入っていく姿勢はすごくいいしね。でアクセル入れて LSD が効き出すと巻き込んでくれるし、でケツが出るような巻き込みじゃなくてすごく安定した巻き込みだからね、FF としてはこのぐらいのセッティングがいいんじゃないかなと思います。これはね、乗ってて楽しい。ハンドリングはなかなかの高評価だ。ラップタイムは1分7秒629。パワー的にはね、すごいいいパワー出してるし、どっからでも吹けるし、1コーナー3速でいける車かな。2に入れなくてもね、3の方が速いかなっていう感じ。対するスーパー耐久マシンは BP ビスコベーターアンクルシビック。エンジンは規定により内部の大幅なチューニングが許されないため、パワーの順に対して実戦で鍛え上げられたシャシーで勝負となる。このマシンはドライバーである山内選手のガレージ、ラリーテックアンクルで全て仕上げられている。さあ、土屋アタック。ああ、高速コーナー安定してるね。高速コーナーすんごい安定してる。ちなみに S タイマシンはドライではスリックを履くが、今回は全車 S タイヤを選択している。抜群にいいね。しかしミッションもノーマルとなるため加速では勝ち目なし。さあ、ダンロップまでの中間タイムはなんとコンマ1秒差のいい勝負。ここもね、結構安定してる。跳ねなきゃいいね。跳ねすぎてちょっとロスが多い。レベル的には結構高いよ、限界速度は。純の車もそうだけど、これもすごい限界速度が高い。ラップタイムは1分7秒852。純の方が
マイルドっていうか穏やかでね、こっちの方がね、山内さんちの車結構シビア、繊細だね、こう割と跳ねる、跳ねない最終コーナーとかっていうと気分いいね、1コーナーとかね。さすがチャンピオンカーグループ2。続いては FR マシンの勝負。やチューニングカー代表は86最速軍団からテクノプロスピリット200馬力を発生する 4AG は4連スロットルやフルコン制御などを採用、新しいデバイスをうまく取り込めば古い車でも速くすることができるという見本のような車だ。土屋アタック。エア圧が低いのかな、ディアが簡単にケツが出ちゃう。立ち上がりでカウンターステア、素早くアクセルオンに移れない。中間タイムはシビッククラスから2秒遅い32秒899。簡単にケツが出ちゃうよね。なんかリアはエアが低いようなそういう動きだよね。腰砕きが来るようなそういう動きをするこの車。ラップタイムは1分13秒037。86の対抗は最新 FR の S タイマシン、スプーン S2000。 エンジンはノーマルでもリッター125馬力を誇る F20C、 さらに200キロ軽量化された上、シャシーはレース専用に鍛え上げられている。さあどんな走りを見せてくれるのか。このマシンにはドライバーの負担を少なくするために ABS が装着されている。今日のようなコンディションでは大きな武器となる。これは立派だよ。これこの車はバッチリ決まっているみたい。さあ中間タイムは30秒566。 FSA には届かない。これ乗りやすい、めちゃくちゃ乗りやすい。ラップタイムは4台中トップをマーク。こういうハーフウェットの状態になるともうすごい良さだよね。限界がすごい高いしね、 S2000 は。でその限界を超えた時にマイルドで扱いやすいし、86の場合はまあタイヤがちょっと全然合ってないっていう感じかな。その次元がすごい低い。晴れるとそういうのはタイヤでごまかせるけど、ただやっぱり FR 新旧対決はね、話にならない。レベルが違いすぎる。参った。グループ3、最後のグループは最強よ。 NA 最強のチューニングカーはベイズ NSX。 337馬力まで高められたこのマシンはなんと3リッターのタイプ R がベース。クロスミッションに軽量化など、 NA 派なら誰もが理想とする夢のようなチューニングカーだ。さあ土アタック。ウェットが苦手と言われている NSX だけにドリドリも手こずっている様子。
中間タイムはどうだろう。スプーン S2000 とほぼ同じ30秒561。2番手だ。 S 帯で最強の NA といえば N プラスのアルテッツァだ。 N プラスはエンジン内部のチューニングが OK、 レースではストレートで S2000 をあっさりと抜き去っていた。レース車両のスペシャリスト、スーパーテクノが仕上げたチャンピオンマシンだ。土屋アタック。この車もタイヤのグリップ不足か。中間タイムは32秒299。1分11秒004。レース X とアルテッツァを比較するとですね、やっぱりこうレース用の方が安定してる。同じ車重で言ったら NSX は全然いいんだけど、やっぱり軽いからレース用の分だけやっぱり全然アルテッツァの方が楽っていうかね、動きが軽いですね。パン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 としてて。はい、土屋さんにですね、まあ、タイムアタック各社乗ってもらったんですけども、はい、でこれこんなデータをちょっと取ってみました、はい、内緒で。ね、最終コーナー早いね、S2000。S2000 早い。ね、でも、ストレート、最終コーナー入る手前で計測してるんですけども、もうね、そこそこスピード乗ってるんですね。ぶっちぎりだね。コーナーが全部早いんでしょうね。2部屋が早いから最初、ストレートも乗ってるんで。タイムも一番早いですよね。うん、早いね。でまあ、その次がこの S 帯のシビック、9秒4と、うん、最終コーナーの区間も早い。でも NSX が、なんかこれ、チューニングショップでしょ。チューニングショップ、まあ、だから基本的には、まあ、普通の車ですよ。コンマ1秒しか変わんないじゃん。下車ですから。S2000 と比べても、はい、でもストレート番長。ああ早いね。170。一番早いですね。はい。170。だって行けますね。でその次は純のシビ。はい。これは10秒6と。ちょっと遅いんですけど、でも、ストレート170出てるし、スピードで、まあそんなにこの辺は遜色ないのかなって感じますね。でもこれみんな7秒台は出てんだね、はい、7秒台出てるけどコーナーは S2000 ダントツで速いんですよ。ダントツで速いんですよ、レーシングカーね、2台が、うん、でまあこの N プラス、僕らもレースで乗ってこの N プラスのアルテッツァ遅いね。これがちょっと遅い。だからどっちかっていうとこういう路面にはちょっとダンロップは今日は合ってなかったかなと。まあ、スリックだとね結構ダンロップいいんですよ。スリック君たち負けたでしょ N プラスで、スリックで負けてないですね。スリック負けたでしょ、レースは。チャンピオン取れなかったでしょあなた。君もどうしたんですか、なんか、ということで、はい、走ってみましょう。何やってんだよ。どうやってんだよ。バトルバトルスタート。真の最強マシンとは単独での速さに加え接近戦での戦闘力を問われる筑波最速 NA 1万回転バトル。ホールポジションはスピリッツ86、ドライバーは土屋圭一。S タイヤでは勝負にならないのでレーシングレインを履きました。2番グリッド、スーパーテクノアルテッツァに山地真一。チャンピオンカーです。普段はライバルの車なんですが頑張ってドライビングしていきたいと思います。後方グループ、3番グリッドには S タイシビックの川崎俊英。このような路面状況なんで、整備するんです。どこまで行けるかな。続いて純シビックにはオリド学ぶ。ウエットなんで気をつけていきたいと思います。
頑張ります。5番手は飯田明のフェイズ NSX。 一番かっこいいのはこの NSX、その威力をなんとか見せつけたいと思います。最後尾から土屋武史の S2000。 石島さんがこの車も今日が最後だって言うんで、とりあえず思い切りいきます。ファイブラップバトルスタート。アキラのフェイズ NSX がロケットスタート。一気に前に出た。その模様をリプレイでもう一度。これでアキラ NSX は3位。一番後ろのたけしの S2000 はランダーの S タイシビックをかわし5位に。前では直線番長のアキラ NSX が山地アルテッツァをパス。これで2位。なんとオリダーのジュンシビックも NSX に続いてアルテッツァのアウトに並んで、一エアは3列渋滞超え。もうダンロップグリップしてないね。全然クラスが違うよ。全然タイヤ食わねえし。アキラ NSX はもうトップの土屋86に追いついた。着手よ、またアキラ。アキラ NSX 余裕で土屋86をパス。先輩を何だと思ってんだこいつは。バカだろ。先輩に向かってその態度はねえだろ。その態度は何やろ。誰がお前教えてやったと思ってんだ。そこまでやろ。もう足に突っちゃう。後ろからガンガン来る4台とはタイムアタックで5秒もの差。さすがのドリドリもなすすべなし。あらららら、失礼なやつだこいつも。おお、ABS 効いてんな。早いな。おお、もこちゃん悲しい。もう一人の悲しい人がたけしの後ろ、アルテッツァの山地選手。コース幅を目いっぱい使って頑張ってるけど、ちょっとしびれるなこのタイヤ。危ないのね、前の人。山地さん、 S帯では格下のシビックに突っかれている。 X 攻撃。はい、ただ今度はたけしの S2000 が土屋86に襲いかかる。なんでそこに来てるんだ。土屋86アウトで踏ん張る。しかしブレーキングでは歯が立たない。うわー、結構大変だけどなんとか乗り切りたい。トップで余裕と思いきや意外にナーバスなアキラ。やはりウェットの NSX は難しいのか。後ろではSタイシビックのランナーがペースアップしたけど大オーバー。なんでそんなスピードで曲がってくの。俺も曲がってる。ここは無理だよ。ここはここだって危ないもん。危ないといえばランダーの様子がさっきから変。トラブルか。すっごい好きなのよあなたは。ランダーが踊ってる。誰あの下品な人。川崎です。ここで走るんだ。勝たなきゃカッコつかないっていうかドラマなんないですけど。バトルでレーシングレインに履き替えた土屋86はこのラップタイムアタックから4秒アップの9秒台。一か八かのタイヤ交換は成功だった。いけードリドリ。全国のイニシャル D ファンが応援してるぞ。そんなさ漫画みたいにいかねえよ。あー、そんなこと言わないで。一方、トップのアキラは相変わらず慎重なドライビング。後ろのオリドジュンシビックとつかず離れずの緊張した状態が続いている。あー、全然落ちこねえな。あー、
追いかけるの気持ちいいよね。さあバトルは残り1周となった。ウェットでも速い4台のうちの1台 S 体シビックを抑えてドリドリの86は4位。なんとかこのポジションをキープしてほしいところ。なんか様なんでで86だ。やったよスーパー耐久ヨシビック君。川崎シビックはもう真後ろ。お届けくだされや。やはり86じゃかなわないか。さようなら。危ないっつうの。ここでトップのアキラ NSX がチェッカー。4位争いは失礼なやつだね。しかしえ先輩を何だと思ってた。先輩を耐久マシンには勝ったな。あのさ、どうしたんですか。いや、メインは俺なんだよ。ね、お前ら分かってんの。分かってんの、ね、俺が主役なの、お前ら脇役なんだよ。俺らチームワークいいもんね。俺らチームワークいいですから、チームワーク。ジェットストリームアタック。お前、誰がここまで腕を上げてやったと思ってんの。その成果を見てて。どれが一番コーナー早かったの。とりあえずストレートはやっぱ NSX がちょっと早いから、ね、あのちっちゃいところはシビック早くて、うん、最終コーナーはこんなの、うん、やっぱトラクションが黄色いシビック早いね。早いね、すごい乗りやすいですね。俺乗ってみたけどすごい乗りやすい。ブレーキとコーナーでシビックが追いついてきて、でストレートバックストレートが最終コーナーでビューッと同じ、ね、低速コーナーと高速コーナーどっちが早いの。高速がやっぱ NSX が早くて、だからダンロップ立ち上がりとか NSX がちょっと早い。ヘアピンはちっちゃいところはね苦手 NSX。 S2Z はどうなの。で、あの ABS がすごい良くてめちゃめちゃ安心感が。古いよね。そういう武器使うんですよ。でチャンピオンマシンはどうなの。スーパー耐久のチャンピオンマシン、やっぱり耐久用だけあって最後の方が良かったですね。ブレーキパッドとかも全部本ちゃん用だったんで、やっぱり俺のなんか最初から本ちゃん用だよ。最後の方で温まっていい感じ。赤いチリって裏に見えた。うるせえよ。N プラスクラスはどうなっちゃったの。チャンピオン、あの車はいいんですけど、もう全然勝負になってないですね。今回はもう結構一生懸命走ってるんですけどね。先輩、それを言わないでください。情けないですよ。これなんかもう一回あのお願いしますよ。駅ベンチなんとか。いや、もう一回やっても一緒だな。本当は86が勝ってイニシャル D にそのままドラマが流れてるはずだったんだけど、イネテックスが勝っちゃう。イネテックスが勝っちゃう。いいよ。